ルー・テイラー・プッチはアメリカ合衆国の俳優である。1985年、ニュージャージー州、シーサイド・ハイツ生まれ。母親はモデルで美人コンテストの優勝経験もあり、父親のルイス・プッチは、ザ・ウォッチ・アンド・リープ・オブ・フェイスというバンドのギタリストだった。1995年の10歳の時に地元で上演された舞台、オリバーで役者デビュー。 その2年後、他の役者の代役で、サウンド・オブ・ミュージックのフリードリッヒ役を演じて、ブロードウェイデビューを果たした。特にテイラーの名が知られるようになったのは2005年に出演したマイク・ミルズ監督のサムサッカーの主人公役。同作品では、内向的で繊細な性格のジャスティンを物静かに演じており、キアン・グリーブス、ビンス・ボーン、ティルダ・スウィーントンなど、名だたる役者と共演した。 その後もコンスタントに映画、テレビへの出演を増やしており、2009年に出演したサスペンス映画、ホースメンではデニス・クエードの息子役を演じて、チャンチイーとも共演。2013年にはサムライミのカルトホラーをリメイクした資料の腹渡へも顔を見せている。ありがとうございます。